この時代、旅とは文字通り命がけであった。遭難、追い剥ぎだけでなく、怪我や病気も即命取りとなる。やろうか、やろうか。おや、こいつは。なあ、見えてんだろ、出なきゃバケモンとあんな風に戦えるわけねえって。すげえ強かったもんな。その腕ただで転がしておいちゃもったいねえ。それからこれ、あんたの顔から落ちて新しい皮が生えた。こいつはよく見りゃ作り物だけど、今のあんたの皮は本物だろ。なんだか金持ちそうな村だな。本当に化け物なんか出るのかな。化け物がどうかしましたか。知ってるぜ、困ってるって。なんとこのお兄さん、化け物退治にかけちゃ天下一品。この間もこんなでけえ化け物はたった一人で細切れにしちまったの。この目で見たばっかりで。退治していただけるなら村でできる限りのお礼も。ああ、皆の衆、うん、極楽極楽。へえ、こんなに食べたの久しぶりだ。出たー、目の前、この間みたいにやっつけてくれよ。やろうか。ほら、やるかって言ってる。待ってろ、今やってやる。早くこの手抜かねっ。もう何なんだよ。バンダイ様がお二人にお目にかかりたいと。あちらの屋敷でございます。すげえ。なんだい、ずいぶん暗いな。今明かりを。私がこの村の長、バンダイでございます。何をなさいます。あ、やめろ、どうしたんだよ。バンダイ様、こいつ何から剣が。こいつまだ仲間だ。離せ。土蔵に連れて行け。どういうことだよ。ゆんべの化け物には指一本動かさねえで、あんな優しそうな人にいきなり切りかかろうとしてさ。お仲間ができて嬉しいよ。なんだい坊さん、あんたも捕まってんのか。化け物が出るってんで見物に来たら、寝てる間に連れ込まれちまった。見覚えって目見えるのか。あたしらは目開きには見えないものが見えたりするんでね。例えば今あたしにはお前さんが綺麗な真っ白い炎に見える。炎、言ってみりゃ魂さね。見てくれじゃない、中身が見えるのさ。今度はなんだよ。妙な気配だ。わっ、何も見えねえ。大丈夫、あたしらには同じことさ。ああ、また私を切りにいらしたのですか。無駄だよ、あたしらにはお前さんの中身しか見えないんだ。お逃げください。よもや生きていようとは、あれが奪い損なった。そのせいか、残りを取り戻す気か。面白い、できるものなら。なんだこれ、大金だ、すげえ。バンダイに食わせた旅人の金だね。化け物のバンダイ様に乗っ取られた時はもう終わりかと。でも最初にバンダイ様が食った、最初にロギンを奪った旅人が持ってた
お遍路だったんだ。っていうか似てたんだ。ん？死んだおっかちゃんに似てた。なんだよ急に。ガキ扱いすんな、七子野郎のくせに。なんだ、字が書けるのか。百鬼丸、あんたの名前だね。へえ、百鬼丸。やっとわかった、百鬼丸か。